笑顔いっぱい、元気いっぱい、フレイルを予防してみんなで明るく楽しく過ごしましょう。皆さん元気ですか？最近体力が落ちたかな？食欲がなくなってきたかな？みんな元気にしてるかな？とそんな悩みをお持ちではないでしょうか。そこで大垣市健康福祉部から皆さんにフレイル予防についてご紹介します。フレイルとは心と体の衰え、社会とのつながりが減少したことを言います。フレイルは対策することで予防やフレイルからの回復が見込めます。大垣市保健センターの理学療法士です。フレイルを予防し元気に過ごすためのポイントは、筋肉量や筋力を維持向上させていくことです。まずは生活の中で座っている時間や横になっている時間を減らして、30分に1回は体を動かすようにしてみましょう。それではフレイル予防に効果がある運動を2つご紹介します。ご自宅でも簡単にできるのでぜひやってみてください。1つ目は海岸片足立ちです。はじめにやり方を説明します。目を開けて床に足がつかない程度に片足を上げます。上げた足が軸足につかないようにしましょう。転ばないようにするため、不安な方は椅子や壁などにつかまって行いましょう。左右それぞれ60秒ずつ、1日3回を目標に行いましょう。ではやってみましょう。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、下ろしてください。しっかりできましたか？反対の足も同じように行ってみましょう。2つ目はスクワットです。まず両足を肩幅程度に開き、つま先を30度ほど外に向けます。そこからお尻を後ろに突き出すようにゆっくりと下ろします。膝の痛みを予防するため、膝がつま先から出ないようにしましょう。1 2 3 4で下ろして、5 6 7 8で戻します。戻すときは膝を急に伸ばしきらないようにゆっくり戻しましょう。体力に不安のある方は、何かにつかまって行うか、椅子からの立ち座りを行いましょう。それではやってみましょう。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3
四、五、六、七、八、十、二、三、四、五、六、七、八。運動は続けることで効果が現れます。生活の中に取り入れて毎日コツコツやってみましょう。小野さん。あら藤原さん、久しぶりね。久しぶりね。元気にしてた？元気よ。でも最近は出かけられなくて気がめいっちゃうわ。そうよね、最近は気軽にお茶もできないわね。本当にもう家から出ることも減っちゃったわ。藤原さんは最近どうしてる？私はね、最近ね、老人クラブに入ったの。老人クラブに？そうなのよ。小野さん、老人クラブってご存じない？ごめんなさいね、あんまり知らないわ。老人クラブっていうのはね、してるんだね。ええ、それにね、この前少し勉強したんだけど、みんなと一緒に運動した方が要介護になりにくいらしいの。あら、そうなの。じゃあ今度老人クラブでウォーキングがあるから、よかったら小野さんも行ってみない？あら、いいわね、ぜひ行ってみようかしら。じゃあまたウォーキングの詳しい日にちや時間を連絡するわね。そうね、じゃあ連絡待ってるわ。じゃあまた今度ね。また今度ね、元